ちゃったのよ、103、あの、それで日本一周、半周しちゃったのね、西日本。あの善光寺から、あのうちのおじいちゃんとおばあちゃんが善光寺に分骨してるんですよ。あの長野県の善光寺、あのだから善光寺からスタートして出雲大社行って太宰府天満宮と福岡県にある住吉神社というところに行ったのね。あと龍神神社っていうところを、四国かな、四国の龍神神社っていうところも行って、あとはね帰りに伊勢神宮寄ってきたのかな。でそういうなんか神社お寺巡りをしたんですよね。で帰ってきて、あのこっちの錦糸町にある亀戸神社っていうところも行ったんだけど、うん、そうで、ちょっと他にも行ったところはあったんだけど、そうね、あのそれで全部そこの今言ったところ10万円全部あの入れてきた。他にも入れたところもあったけど130万ぐらい入ったかかった、うん、で、これ神社とかお寺に10万円ずつさ、お賽銭してくればさ、どっかはやってくれそうじゃん。で俺はとりあえずトータル的にそのぐらいやったんだよ。だから それは免許、もう俺は知らないもん。俺はやったからね。あとはもうその神社とお寺の、あの、経営者、住職とか神主さんの問題だから、俺の問題じゃないんだよ。あの、だって、どうやってやればいい？どうやってやればいいっていうかさ、どうすんの？みたいな。なんか。なんか、俺はそんなたこ焼きとかさ、牛くじ焼きとかちょっとできないと思ったんでね、そうやったらお金を払った方がいいなと思って、ついやる人がやってくれればいいんじゃないのみたいなさ。だからお寺とか神社ってお祭りやるじゃないですか、だからそういう人が行くんでしょみたいな、敵屋みたいな感じでさ、あの出店出すわけじゃん、復興の時とかも。だからそれでお寺と神社にしようと思ったのよ俺は、単純にね。うん、だそれが一番いいじゃん、なんかざっくりさ、それでいいやと思う。自分のお金は自分で決めたんですよ。そしてこの暮らしになっちゃった払いすぎたかみたいなね。今130万円あったらね、あれだよね、ルイさんにも洋服頼めたし、あとその保証金とかさの部分でも保証協会にもお金払えてすぐ不動産できたかもしんないけど、俺はやっぱそういうなんかちょっと金ねえのにさ、もうそういうのをやっちゃうんだよね。後々になってさ、あなたは1ヶ月分の給料をね、例えば福島の時とか震災の時とかね、 9.11 とか、あるいはそれ震災の時とかにあの寄付したことがありますかみたいなさ。俺はあるんです、3ヶ月分ぐらいは払っちゃいましたね。30万件、あの周りにも金かかってるからさ、40万ぐらいとかさ、でもまあ軽く90万100万ぐらい、あのいくら払ったのかもう忘れちゃったんだけどね、あのぶっちゃけね。でもまあその回るのでも、まあ、日本は見たかったわけよ。でトータルで130万ぐらいかかった。帰ってきてなくなっちゃってて見え張っちゃった目は張るもんだって言われてるからね。目は張らないもんじゃないじゃん。ね、だから見えなわけじゃん。そで誰も知らない見えなんだよ、俺は。ね。だったんだけど、俺の中の見えだったんだよ。それね、Facebook に残ってるかもしれないんだけどね。ほんと。その旅路のところは載ってると思う。あの、お賽銭をバーって投げてるところとかは、あんま残ってないけど、多分1個か2個ぐらいは取ったような気がしなくもない。あのそう、あっぱれあっぱれ見えはるね、あっぱれじゃんでね、俺小路さんね、俺そういうやつなんですよ。ちょっとね頭いっちゃってんだろ小路さんみたいなさ、いい生きっぷりじゃん。なんかそれ小路さんも褒めてくださいよそこ褒めてね小路さん、そういうやつなの本当に。
そしたらさ、善光寺でさ、一発目よ、ビビったよ。お賽銭をさ、バッてやったのよ。俺、オーバースローで投げんのね。お賽銭がこう、箱があるじゃん。だけど、こう、ブワッて上から投げんのよ。10万円はさ、ふわって。で、わざとちょっと散るようにやるのよ。ふわ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 ってさ。で、そうするとさ、入んないやつとかもあるじゃん。そうしたら、ふって、何あの、誕生日ケーキのさ、火を消すようにさ、そのお賽銭のこちゃんと中にさ、見えてるとなんか取るやつとかいそうじゃん。だから、ふっふっふってやつね。で、それやったのよ。で、どうしようかな、帰ろうかな、商店街とかこの辺ないのかなと思って。大体あるじゃないですか。あの、伊勢神宮とかだとさ、赤福売っててさ、あの、松坂牛とか置いてるさ、商店街があるじゃないですか。伊勢神宮とか。どこか大体大きい神社とかを取るとかあるんですよ。で、どうしようかな、初めて来たからなと思って、来ないのかなみたいな感じだったんですよね。で、ま、そのお寺の中でさ、あの、こう、なんていうの、入り口の方向いてさ、あの、どうしようかなみたいな、背がさ、こう、あの、そのお賽銭箱みたいな感じでさ、その、あの、お賽銭箱っていうか、その、なんていうの、神社の建物の中なのよ。で、からこう出てきて、どうしよっかなーみたいな感じでさ、こうしてたらさ、あの、お坊さんのさ、列がさ、ふわーってさ、来てさ、歩いてきてたのよ。あ、お坊さんだーと思ってさ。で、その袈裟のさ、色が違うんだよね。あの、黄色と、偉い人はさ、ちょっと色が違うのよ。で、3種類の人がいたのよ。その、あの、お弟子さんみたいな黄色、白のさ、袈裟の人が結構多かったのよ。6、7、8人ぐらいいて、そのうちの3人、4人ぐらいが、ちょっとなんか、緑青みたいな感じの色で、一人だけ紫で、ちょっとこう、大きくてさ、分厚いやつを着てるさ、住職がさ、歩いてたんだよ。真ん中に、こう、お弟子、お弟子、お弟子みたいな、こっちサイドパンパン、パンパンみたいな感じさ、あの、その真ん中にはさ、偉い人がいて、後ろにバンバン、そしたらさ、どうやらさ、足が悪いのよ。その一番偉いのが。でさ、あ、足悪いんだなと思ったのよ。そしたらさ、その一番偉いのがさ、こっちをさ、歩きながらさ、こっちを見たのよ、いきなり。で、見るのもわかるじゃないですか。で、あれ、こうやってずっと見せてさ、あー、お坊さんだ、足悪いんだなと思ってさ、で、これどこ行くのか、何するのかなみたいな感じで見せたんですよ。そしたらさ、一番偉いのがさ、俺の結構正面、このさ、石畳があるわけじゃないですか。俺がもうお祈りしたからさ、こう石畳があって、そっちも石畳がこうクロスしたんですよ。で、その石畳がこっち側のさ、多分宿舎の方からこう歩いてきたんでしょうね、こう、バーバーって。で、このさ、このクロスみたいなのがさ、十字架がさ、こうクロスするところとちょっと手前からさ、あ、この人こっち見るくせえなと思ったのね。一番偉い住職がさ、こっち見たのよ。で、バッチリ俺を見てさ、目が合ってさ、目が合ったのを確認したらさ、お辞儀したのよ。あの、って。また、目を合わせたのよ、俺に。でさ、その時に、善光寺ってすごく大きい、あの、お寺だから、お参りに来てる人がさ、すげえいっぱいいたのよ。すげえでもないけど、ちょっとそれは大げさだった。まあ、20人ぐらいはいたの。あの、いろんなとここう散らばってさ、カップルとかさ、ね、あの、おばちゃん同士とかさ、そういう人がいたんですよ。ね、あるいはそこ4人ぐらいとかで来てるんですよ。で、それなのに、俺だけに目を合わして、会釈して、ね、また目を合わせて、こうやって、足をちょっと悪そうにさ、で、俺はその時に、なんて思ったと思う？お前は悪いことしたんだなって思っちゃったのよ。こっちを向きました。目が合いました。お前は悪いことをしたんだなで会釈されて。で、その時に、はい、申し訳ありませんって言ったんだよ。そうか、精進せよ。精進せよって言ったのね。精進しろよというふうに言って。うん。それで、ちょっと通り過ぎるのを見てさ、
そういうことがあったんですよ。なんでだと思う？やっぱ俺が救世主なんだなってその時確信した。俺ん家がここ建てたんだなって、善光寺をね、そう思った。